紐を解いていきましょう。皆様からのエール。ナッコ子宮破壊さん、まあ、違う、ピクミンやったことありますか？来年新作出るので、もしやったことないならやってみてほしい。ちなみに2がおすすめです。ピクミン、わしやったことない。ヒートさん、松本さんのファングッズを作るための許諾が欲しいです。イラストデザイン50枚ほど考えました。収益は分配です。 Gmail にメッセージが入ってくるのでお返事ください。何度もすいません。ああ、あのね、そういえばね、前回去年か、ちょうど去年、今年かな、今年の初めか去年の終わりかに、暮れに作ったんですよ、こういうのを。そう、こういうの作ったんですよ。はい。でね、これがね、なんかすごく結構良くてですね、はい。で、またどうですかっていう話があったんですよ、最近。そう。で、あーつって、でもなーと思って、でもなんか結局前と同じだったらなと思って、でそれで俺が提案したんですよ。正直、これね、ごめんなさい、内緒ね、これ内緒ね、ここだけの話でしょ。内緒、正直な話、視聴者の作ってくれたデザインのが、クオリティいいっすよ、つって。うん。そう。お前のコンドーム破れて子供できたぞ。まあまあ、それはごめんなさい、でもそれ。でね、そしたら、なんか、いろいろ、じゃあ少し募集をして、で、俺はね、もうね、作るなら、視聴者の意見、要は、俺にセンスがないからさ。で、多分、作る側もそんなセンスが、ごめんね、内緒ね、そんななかったから、視聴者の作ってくれたやつをこうやってみんなで見て、あ、これいいね、これもそのまま商品化 しようねみたいなさ、そっちの方が良くないですかっつったら、あ、それ行きましょうって、コンペみたいなやつ、もし、やってみてはいかがでしょうかっていう話があったんで、いや、ぜひですね、ちょっとゴーサインが出たら相談させていただいてもいいですか。はい、ぜひ。いや、本当にね、いや別に悪くないんだけど、なんか視聴者を作ってくれたやつの方がすごくやっぱりなんかいいなって、なんか魅力的だなってやつが良かったなっていうのがあって、そうで俺言ったんだよ。でもし採用されたらインセンティブ俺視聴者にも出したいですっつって。そうだってね、ただでやらせるわけにもいかないからさ。そうで、それがどんくらいのマージンなのかはちょっと俺は分かんないけど、俺はそうしたいっつって、分かりましたって、検討に検討を重ねますって、岸田総理みたいなこと言ってたわ。うん。まあ、ということでね、そんなことをお知らせということで。はい。ミストさん。はい。僕は先日火事になる夢で恐怖したんですが、起きたら無声してました。案外、おねしょと無声は関係に深いのかもしれませんね。あー、わかんないですけどね。俺も無声。だから確実に夢の中でもさ、夢の中でさ、五感って感じるじゃないですか。あ、これってザラザラしてるんだ、ツルツルしてるんだ、チャプチャプ水の感じだなって夢の中でも感じますよね。でね、確実に、やっぱね、夢の中の感覚って薄いんだなって。なぜならば、やっぱりこう、風を切るそよそよとかも感じるんですけど、股間がめちゃめちゃあったかいんですよね。だからリアルなしょんべんなあったかみっていうのは夢の中でも、夢の中の感覚と比べたらもう全然違くて、チンコが熱かったんですよ。もう。チンコが熱くて焼けるような感じだから、本来夢だったらばリアルだったらばぬるい感覚なんだけど、夢で夢の行き地が非常に下がっちゃってるんだよね、感覚が。だからリアルなしょんべんのぬるいって感じが、クマにさ、こうやってやられてる中、チンコが燃えるように熱かったんですよ。これ言ってる意味わかります？つまり現実だとぬるいんだけど、夢だと灼熱になるんですよね。だから非常に、これ逆ですよね。だからね、こっちの方は夢は火事なんだけど、リアルはぬるいって。データはまだまだ必要そうですね。とっとこハブ太郎さん。この前のコッド配信で何でもかんでもバンして視聴者を萎縮させるなって言ったら IP バンされた。仕事熱心な有能モデルさんは、気分で力を振りかざさないようにお願いします。でも、バン解除されてんでしょ？よかったじゃないですか。あれ？もう解除されてんだね、きっと。まあ、今日とかどうだったんですかね？うん。きっと、ね。また一新してやってるんじゃないかなと思います。真優香の可愛さが脳天に来る。配信お疲れ様です。みやこさんが布団ちゃんの今尻監修の影響を受けてよくわからないことになってます。ちょっと見てみっか。どれどれ、
どれどれ、ちょっと見させてや。ちょっとチャック下ろさせてや。今メルカリに招待した人された人に息子がパパを紹介します。2人分合わせて4000ポイント。なんか怖いな。なんだ、始まらないぞ、始まらないよ。なんだこれ、箱根にあるやつだわ、この裏のやつが。箱根かこれ。息子がパパ、なるほど、これあれだわ、イマジナリーの極みだわこれ。ちょっと、怖すぎだろ。イマジナリーの極みだわ。イマジナリー、多分ミヤコさんの目にはイマジナリー息子とパパが見えてて、今紹介してるんだわ。え、鳥肌立ったわこれ。鳥肌立ったぞこれ。これ今57秒俺見たんだぞ。何もうわすげー、やるな。もうあのやるっすね。ちょっとビビってます。一個前のやつがある。息子を紹介します。皆さんこんにちは、メコです。今日はですね、私の息子を紹介したいと思います。おいでおいで、おい、恥ずかしがらんとはい、こんにちは、して。おい、待て、イマジナリー、俺息子見えてるわ。年変わらんから。はい、こんにちは。よっ、テンションさんだったんだよね。好きなゲームはポケモン。嫌いなポケモンはミミッキュとトゲキスタイルフン。ほら、みんな一緒ないよ。親がネットに子供の顔乗せてどうなのとか、子供で稼ぐなとか、いろいろ思うことあるかもしれないんですけど、本人の希望もあって、これからちょくちょく登場すると思います。これからも親子ともどもよろしくお願いします。本物来たな。まあ、ぶっちゃけさ、あれってもう面白として昇華してるの。明日があるさって。まあ、これがね、加藤さんが言ってくれたわ。これぶっちゃけ面白として消化してるらしいわこれ。うん、加藤さん曰く、ぶっちゃけ面白として消化してるらしい。ってことは、 いやすごいなこれ。これイマジナリーシリーズ本当に危険なのが、やってる最中ね、これね、宮子さんはどうか分かんないけど、イマジナリーシリーズやる側からするとね、頭バカになってくんだよね。本当にそこにいる体でやるから、なぜならば。だって、そうじゃなきゃできないから。なんつうの？棒になっちゃうしさ、喋る側も。だから、これ。皆さんこんにちは、メコです。息子がパパを紹介します。このバイト。3は？週4で入れます。え、明日から？いいんですか？バイトは？タウンワーク！このバイトいいじゃん。リクルート、これやばすぎだって。この前は紹介もさせていただきました、ありがとうございます。ここにいるのは僕のパパです。パパはいつも土木作業員をしていて、現場監督で日に焼けながらもこの寒空の下、僕たちのために働いてくれてます。パパは土木作業員の現場監督なんですけども、
ママと一緒にいつも仲良くしてるのを見て嬉しい気持ちでいっぱいです。パパは本当に自慢の僕のパパです。ほら57秒、ほら57秒ちょうどだわ。俺もなんか今イマジナリで見えたんだよな今。うん、なんだこれ、バチコリ初だな。ちょっとこれはじっくりね、僕が後で、なめくり回すように見させていただきたいなと思います。ボンドさん、待ち合わせ間に合うから帰ります。陰陽選手は聞かない。布団ちゃんの、あーもうめんどくせえってやつ。おめこに入れるタイミングでいつも言っちまう。こういう歯止めが効かなくなるので病気なのかな。布団ちゃん自覚症状あるか。いや、僕はおめこに入れるタイミングでは言いませんよ、そんな。うん、あーもうめんどくせえって、そんな。まあでも、そういうの好きな女の子もいるかもしんないからね。うん。今、首絞めセックスとか流行ってるじゃないですか。首絞められるとめちゃめちゃ気持ちいいっていう女性増えてますから、ああ、もうめんどくせえっつったら、結構、ね、いいんじゃないかなって感じますけどね。え、流行ってない？本当に？首絞めセックスめちゃめちゃ流行ってて聞いたよ、なんか。ムーさん、友人が今年の夏ベトナムに行ったんだけど、宿泊先のホテルに置いてかれたカバンが荒らされて、財布が5万取らせたから、ホテルだからって油断しないで、金庫にしっかり入れます。感謝します。粉吹きポケモンさん、ベトナム行ったことだけど、日本人には断れない性格と思われてるのか、買い物する際は普通にも高い金額を提示されることなので、全力で値切ることをお勧めします。飯はピンキリです。メスはエロいです。にやける。感謝します。バトクオパチプライザーさん、僕は謝らないといけません。先月パチで負けすぎて、布団ちゃんに僕の不幸エール、不幸をエールであげたのを思い出しました。僕は不幸を布団ちゃんにあげてから今月16万プラスです。誠に申し訳ございませんでした。にあげる。返します。だから僕が負けたってことですね。アムエイさん、読み上げる。返します。ゼゾラさん、夢に出てくるクマは母親の象徴という話もありますから、実は襲われて漏らしたのは順番逆で、寝小便しそうになったから怒られたトラウマ、母親、クマに襲われる夢を見た可能、あ、なるほどね。腑に落ちたわ。あ、これは、腑に落ちたわ。かもしれませんね。パンケーキさん、布団ちゃん、最近友達が知り合いのサッカーチームのヘルプに行ったんだが、そこのチームの運営会社がアムエだったらしく、そのままサッカーした後講習受けて勝手に会員されたらしいから気をつけてくれ。入学る。感謝します。これは勝手にだ、勝手にがやばいよね。勝手にだとしたら本当にまずいよね、これね。本当かどうかわかりませんけども。シュガーケイさん、騙された話をここで成仏させてくれ。男を食い散らかしてますみたいな、ついやか女に釣られて会いにホテル行ったら、2万5000円払ってトイレに行った隙にトンズラされた。布団ちゃんもベトナムで気をつけてね。見上げる。感じます。そんなやつもいるんだな。そんなやつもいるんだな。お米の妖精、おめこまさん。布団ちゃん、いや、マサオ。今日は熊のお人形買ったよ。マサオって名前つけることにしたよ。今日からお人形にマサオって呼びかけてるよ。見上げる。感じます。です。おめこもありがとう。シリコ玉コレクター。フトンちゃん、今日フォレクストガンプ見たせいで、ベトナムにはろくでもない場所のイメージがついちまった。あ、そうなんですね。ちょっとなんかベトナム行くの怖いな。スナギモンさん、おならした後、お尻の入り口が痛くて病院に行ったら、潰瘍性大腸炎でした。まっちゃんも気をつけてね。内視鏡の時、助手の先生が友達のお母さんみたいで、すごく恥ずかしかったよ。にやける。感謝ます。うちの親父も、大腸ポリープの検査で、内視鏡検査したんですよ。で、そしたら俺の高校の時の、前の彼女がそこで看護師やってて、で、うちの親父とその彼女が面識があってさ、電話が、泣いて電話が来た、お父さんな、前の正男の彼女にお尻の穴いじられちゃったっつって。だから、やっぱり内視鏡検査ってそういうことありますよね。うん。だから、気をつけください、皆さんも。内視鏡検査。自分の地元で内視鏡検査するときやっぱ気をつけてください。町尾さん、布団ちゃん、彼女に振られて久々帰ってきちまったよ。今も涙が止まらねえや。ところでよ、クリスマス何をするんだ。過ごす相手にない孤独なクリスマス、マサオで埋めさせてくれ。にやける。感謝します。まあだからそんな焦んなって。クリスマスだからってさ、だから嫉妬なんだって。周りの人たちが幸せそう、周りの人が楽しそう、ああ僕はなんでこんな今日一人、いいんだって別に。それで孤独の何が悪い、本当孤独の何が悪いんだって話ですよ。はい、ウルトラマンコラボさん、今日 K-POP のアイドルコンサートに行ってきました。生で見るアイドルは本当に綺麗ですごかった。お前のような中年男性はいませんでしたが、マサオの NiziU のコンサートも楽しめるといいですね。なんかこれ言葉おかしいよな。なんかデスマス調なんだけど、ここムカついてる。お前のような中年男性はいませんでしたが、マサオも NiziU のコンサート楽しんできます。
霧島さとるさん、クリスマスプレゼントマサオのボロンでいいやろ、楽しそうでやね、400返します。たくあんさん、おすすめ漫画です。エロ出てきそうだな。こんなのがあるんだ。でもこれ乗っけてんの、これあれじゃん、違法じゃないこれ多分、これおそらく大丈夫これ。あ、でもツイッターの漫画だからいいのか。創作ゆり第1話だって、創作ゆり、うん、こういうツイッターで載せてる漫画だわ。ツイッターで載せてる漫画さ、おもろいの多いよな、あれ。おもろいの多いよ最近。なんだろうって思うよ、うん。ナビちゃん、いつもありがとう。365日の中で特別な日付ってないの、今行ける、感謝します。ないっすね。まあ、強いて言うならば特別でもないけど、母親と父親の誕生日には何かを送るという意味では意識はしてますね。あとは特にない、うん。クリス・レッドフィールドさん、だマチャオはワールドカップ見ますか、優勝予想は日本がどこまでいけるか予想してください。これさっき見たね、まだわかんないね、にわかだから。まあ、ベスト16ぐらいですね。もやしの白だし味噌汁さん、好きになった女の子は自分はノンセク、性行為に興味ないとカミングアウトされました。性欲モンスター待つならどうしますか、にやける感謝。でもね、こんな子が結構ね、こういうタイプがいるんだよ。今まで彼氏とセックスしかしたことなかった、経験人数は1人だけども、やっぱり開発してほしくて、なんかこうやり手のウェイの人にちょっと開発されたらもう彼氏のチンポじゃダメになっちゃったみたいな人がいるから、なんとかうまくいけないかな。性行為に興味がなくても、脳は興味なくても、体がもうビクンビクンっていうぐらいに向いてレロレロ、あ、やめましょう、これ以上は。あなたが努力すべきです。テチさん、布団ちゃんこんばんは。いつも一緒に見ている彼、名はヒロシが今月33歳の誕生日です。お祝いの言葉をいただけると嬉しいです。布団ちゃんと視聴者さんの大事な時間をいただきすいません。これからも応援しています。ヒロシ、33歳誕生日おめでとう。彼女大事にしろよ。33歳っていうとやっぱりもう中堅だよな。上からも下からも思われて大変なところはあるかもしれないけど、今お前のこの頑張りが40代50代の居場所を作って、そしてお前の会社をきっとね、お前がいないといけない存在なんだみたいな感じになって、きっと役に立つ、ヒロシであることを俺は祈ってるぜ。じゃあな、ヒロシ。またな。クータロさん、初見です。ヤング KZ 見てください。にやける。感謝します。よくわかんないです。73、最近エルデンリング始めたんだけど、試行錯誤しながらボス倒すと面白い。にやける。感謝します。その通りですね。サバカンさん、ドリクラみたいな恋愛シミュレーションゲームやってくれたら嬉しいんだ。800。感謝します。いつかやりましょう。70、エルデンリングは面白い。ところで、ひろゆきが闇の王に なれと言ってきたら、布団ちゃんどうする？ちょっと何言ってるか分かんないです。くだらんですね。うん、でももし仮に言ってきたら、なぜですかって聞きます。はい。これだけの文章だと情報量が少ないので、なぜですか？なぜそんな面倒なことを私がしないといけないんですか？と。ジャンさん、いつも楽しく見てます。アウターワイルからファンになりました。あのゲームが布団ちゃんが一番面白い実況してたと思ってます。ダウンロードコンテンツも本編並みにいろいろすごいので気が向いたらやってみてください。1600円。感謝です。アウターワイル、だからダウンロードコンテンツからパッとやってどうなんかね。なんかいろいろ入ってくるものがあるのかね。やってみたいけどね。どんどんここからさん。自分は18歳でトレット症候群とともに通院も生きてきました。今度その体験を小説にします。布団ちゃんさんは今の現在の僕を不可欠。布団ちゃんさんは今の現在の僕に不可欠でした。そこで主人公の名前と自分の筆名を考えていきたいです。マジっすか。主人公の名前、わかりました。主人公の名前は滝神伊織です。はい、書きます。あれ、漢字にします。こうですね、滝神伊織、うんうん。で、あなたの名前は、あなたの名前は
藤本バナナ、それでいきましょう。糸直くん6000円、感謝します。あ、糸直さんありがとうございます、感謝します、いつもマッドありがとうございます。エロ子抱き、巨根寺さん、ハンターハンターでオナニーしてます。4年間オナキン状態の私は再び1巻から読み直し、最高のジラシタイムにあそこがビチャビチャです。おそらく37巻では納得いく写生はできないだろうけど、そこがまたいい。それでいい、それがいい。ヨネモンチャンネルさん、安眠前からやと、配信見てジャッジアイズ買ったよ、働いてるし結婚もしてるから少しずつしかできないんだけど、今8章くらいまで来た、結構やったな。終わったら布団ちゃんのジャッジアイズのアーカイブ見るね、見上げる、お願いします。ゆばちゃん、まちゃん、自分は体がもともと弱い中、コロナになって昨日まで39度まで下がらず死にそうでした。そんな中熱が下がり、まっちゃんの放送を見れて生きてる感じをしています。まちゃん、体を大事にして放送頑張れ、ありがとうございます、感謝します。ランスロット鈴木さん、生きる惑星は1800系以上、宇宙大好き布団ちゃんにぜひ惑星探索をしてほしいです。それやれるもんならしてみてえわ。うん、やれるもんなら惑星探索したいですよ。ただ何なんだろう、やれるもんならしたいわ俺だって。イサナさん、まっちゃん、進撃はいつ見るんだ、にやける、あります。ファイナルが出た時に見ましょう、一気見しましょう。日清ザーミヤさん、最近女友達に布団ちゃんのことを勧めるとかっこいい、見てみるって言ってくるんだけど、数日後どうだったかって聞くと、ん、うん、でごまかされて辛いよ、にやける、感じます。まあいいんだよ、俺はお前がここに見てくれただけで満足だわ、ありがとうな。ランショット鈴木さん、惑星のゲーム貼り寄せてます、ノーマンズスカ、そうなんだ、これ本当に1800系いけるんですね。へー、でもなんかちょっとやってみたいな、宇宙のゲーム、俺宇宙本当に好きなんでね。うん、ノーマンズスカやってみっか今度ちょっとな。うん、1800系なんでしょ、だってやばくない、だって1800系だよ、1、10、100、1000、万、億、兆、計っすよ、1、10、100、1000、万、億、兆、計8体目っすよ、1800系、いや本当に1800系あんの、もうスケールが本当なんだ。1、10、100、1000、万、億、兆、計、回、ん、1、10、100、1000、万、億、兆、計、外、上、上、交換、制裁、国、高画質遊びないと不射器、無料です。その中のね、22個あるうちの14個目 ?14、違う、7個目か。全然単位、まだまだ。この世の中は単位はまだまだありますね。はい。それでは皆さん、動画でまたお会いしますか。明日、AI のゲームで酒でも飲みましょうや。明日、各自、酒、持参で。未成年はオレンジジュースでも飲みな。